7人制ラグビーは1チーム7人の選手で行われるラグビーユニオンの編集である。セブンズとも言う。スコットランドのメルローズ発祥で2016年リオデジャネイロオリンピックから夏季オリンピック正式種目にも採用された。2008年香港セブンズでの更新7人制ラグビーはラグビーユニオンの国際競技連盟であるワールドラグビーによって管轄されている。 最も普及したラグビー形式の一つであり、主に柿をメインシーズンにアマチュア並びにクラブ大会が開催されている。アフリカ、アジア、ヨーロッパ、アメリカ州、そして特に南太平洋諸国で人気がある。香港セブンズはアジアにおけるラグビーの伝道の形式として重要な存在となっている。15人制ラグビーユニオンの試合は、 通常80分で構成されるのに対し、通常のセブンズの試合は2分間の休憩を挟んだ前後半角7分で構成される。大会の決勝は前後半角10分でプレーされることもある。新瓶は2分間である。15人制よりも頻繁に得点プレーが発生し、スコアは一般的に15人制と同程度になる。試合時間が短いため、セブンズの大会は、 同チームが1日で複数回試合を行い、1日、あるいは週末で終えることが可能である。多くの大会は、カップ、プレート、ボール、シールドをかけた試合を含み、異なるレベルの多くのチームが手ぶらで、大会を後にしないでいいようになっている。例えば、香港セブンズでは、本戦ドロー16カ国のみがトロフィーをかけて争う。各プールの上位にカ国がカップとプレートをかけた。 トーナメントに進み、残りの国がボールとシールドを争う。カップ準々決勝の敗者は、プレートトーナメントに進み、ボール準々決勝の敗者は、シールドトーナメントに進む。監修の雰囲気は15人制とやや異なり、観客がビール片手にドンちゃん騒ぎで盛り上がるのが一般的になっている。最近は、香港セブンズなど、イブセブンズワールドシリーズではコスプレをしながら盛り上がる。 観客が多く見られる。セブンズはワールドラグビーハンドブックにおいて定義されているように15人制と同じ寸法のラグビーユニオン競技場でプレイされる。フィールドは長さ100メートル、幅70メートルである。各ゴールライン上に H 型のゴールポストがある。チームは3人のフォワードと4人のバックスからなる。スクラムは各チーム3人の選手から構成される。 15人制と同等のルールで試合が進行するため、選手は少人数で広大なフィールドを走り回る必要がある。プレー間のインターバルも少なく、前述の通りついたちに複数試合を行うこともある。ため、何度も全力疾走できる体力とスピード、1対1でのランニングスキルなどが選手に要求され、トップレベルでは15人制でのバックローやバックスに相当する機動力や、 万能性を備えた選手が多くを占める。セブンズのスクラム試合の迅速化などを目的として、セブンズではいくつかのルール変更がなされている。前述の内容も含め、国際試合における15人制との主な相違点は以下の通り。エイルドンヒルの影の下に抱かれたスコットランドメルローズにあるグリーンヤーズは、ラグビーセブンズ発祥の地である。7人制ラグビーの歴史は古く、 スコットランドは、ボーダー地方の町、メルローズとガラシールズの地域メンバーの対立が、きっかけで、メルローズの町が独立して新たに、ラグビークラブを結成したことに始まる。1883年に、メルローズの地元のクラブメルローズ RFC の、資金集めのために、ラグビーの大会を開こうと考えたが人数がなかなか、集まらず、メルローズの肉屋であったネットヘーグと、 デビット・サンダーソンによって少ない人数でラグビーを行うにはと考え出されたのが7人制ラグビーであった。史上初のセブンズの試合はメルローズグラウンドグリーンイヤーズで行われた。2年後の1885年、ガラにおいてタインデールはスコットランド外のクラブで初めてボーダーズのセブンズタイトルの一つを獲得した。ボーダーズでのセブンズの人気にもかかわらず、 1920年代、1930年代まで他の場所では流行しなかった。スコットランド外での初のセブンズ大会は1921年にイングランド北東部ノースシールズで開催されたパーシーパークセブンズである。ここはスコティッシュボーダーズと近かったため、この地域からの関心を集め、決勝はセルカークとメルローズとの間で争われた。 1926年、イングランドの主要な大会ミドルセックスセブンズが、ロンドン在住のスコットランド人 JA ラッセル、カーギル博士によって設立された。セブンズのイングランドへの普及における重要な出来事の一つがこのミドルセックスセブンズであった。ミドルセックスセブンズの省委員会には、ウェーベル、ウェイクフィールドや、ビルラム勢といった風格のある人物がいた。ミドルセックスセブンズは、 チャリティのための素晴らしい資金集めの催しでもあり、1926年には、キング・エドワード7世病院のために1600ポンドを集めた。当時は、標準的な入場料は1シリング、スタンド席は5シリングであった。ミドルセックス・セブンズでのセブンズの試合の1927年の記述は、イングランドの人々に対する、この競技の目新しさを示している。 フィールドはとてもオープンであり、もしボールを持って逃げられたとすると、彼を捕まえるのには、全速力で走る必要があるが、非常に多くの場合そこにはもういなかったのだスコティッシュ。ボーダーズは農村地域であるのに対して、ミドルセックスセブンズは人口数百万人のロンドンの郊外の近くであった。第2回のミドルセックス大会には1万人の観客が詰めかけた。そして、 ボーダーズセブンズは、スコットランドラグビーの中核地域において、選手の技術に磨きをかけていたのに対して、ミドルセックスセブンズは、ロンドンラグビーと同じように行っていた。ミドルセックスセブンズに出場していた地元の選手には、前述した、ウェーベル、ウェイクフィールドや、ブラックヒース FC のカール・アーボルド、ロンドンウェルシュ RFC のウェイク・パウエル、 あとにフォーホームユニオンツアー委員会の委員長となったジョン・タレントがいた。彼らはセール RFC やカーディフ・ RFC といった様々な招待チームと信仰を持った。セール RFC のバックスにはウェールズ代表のウィルフ・ウーラーやクロード・ダビー、スコットランド代表のケン・ファイフがおり、カーディフ・ RFC には再びウィルフ・ウーラーやレス・ペンス、ウェンディ・デイビスがいた。 史上初の公式に認められた国際大会は1973年にスコットランドラグビー協会の100周年記念行事の一部としてマレーフィールドスタジアムで行われた。7人制の成功により史上初の公式国際大会から3年後の1976年に香港セブンズが始まり40年以上開催は続いている。 メルローズカップを争うラグビーワールドカップセブンズは1993年に開始された。最もよく知られている3つのセブンズの大会は、香港セブンズ、ウェリントンセブンズ、ドバイセブンズであり、これらはワールドラグビーセブンズワールドシリーズの一部を構成している。スコットランドとの結びつきは1970年代における香港セブンズの設立でも継続し、 香港セブンズは主にトッキー・スミスといった専門家らによって設立された。イングランドではロンドン・スコティッシュ・ RFC が開始時からミドルセックス・セブンズに強く関与していた。香港セブンズは時代を先取りしており、ラグビーユニオンのキー内化に影響力の大きい力であった。例えば、香港セブンズは大きなスポンサーを引きつけた初めてのラグビーユニオン大会の一つであり、 1976年大会では、キャセイパシフィック航空がスポンサーを務めた。また、セブンズは、世界主義的な国際競争の意識をラグビー界にもたらした。このような意識は、フランスが少し関わっている以外、1987年にラグビーワールドカップが初めて開催される以前には、ラグビー界には存在しない傾向があった。特に香港は、 ビッグエイトの一つとみなされていなかった。そして、A 連邦のチームは悪な高く、排他的な傾向にあった。1986年までには、香港セブンズは他国に対する良い手本として支持されていた。この7人制国際大会は、疑いなく最も壮観、魅惑的で、世界で最もよく組織されたラグビー大会であり、どこでも見られる。 セブンズラグビーの最高水準を一貫して生み出してきた。私が最初に感染した際に、オーストラリア人、ニュージーランド人、フィジー人、そしてイギリス人選手の上質のプレーを見たことは驚きではなかったが、これまでラグビーがプレーされていることを私が知りもしなかった国々によって生み出される、驚くほどに質の高いプレーには圧倒された。 韓国及び西サモアはあらゆる点で日本及びトンガに劣っていなかった。インドネシア、タイ、シンガポールは純然たる体の大きさや厚さに欠けていることで克服できないハンディキャップを追っていたが互いに対抗して幅広いラントハンドリングの技術を示し、これらは無条件の称賛に値した。パプアニューギニア、スリランカ、ソロモン諸島は いやおなく主要なラグビー競合国によって打ちまかされたが、彼らは注目すべきほどに高いレベルの技術を持っており、この競技の将来は前途洋々である。香港大会の週には数日間にわたって24カ国の代表が混ざることができ、この大規模な知識の交流は新興国に対して長期的には有益なことづくめである。上位8カ国のシード国が プールシステムで戦った初日の後、二日目は三つの異なるレベルの競技会に分かれる。この偉大な大会の強みは、開幕日に世界で最も有名な選手たちとラグビーがマイナースポーツである国から来た相手がピッチを共にする点にある。香港セブンズのような大会が続いている間は、ラグビーの責任者たちは、 この競技が世界中の100を超える国々で繁栄し続けることを確信できるだろう。しかしながら、この見かけの多様性とは裏腹に国際ラグビーを悩ませてきた同じ古い問題の一部が1980年代の香港セブンズではまだ明白であった。例えば、1984年の大会での香港対バーレーンの試合の写真には民族的にアラビア人あるいは 中国人である選手は誰も含まれいないように見え、代わりにどちらのチームもかなり明確に北ヨーロッパに民族的起源を持っていた。セブンズはスコティッシュボーダーズにおいて人気を保ち、この地方では最高峰の10のセブンズの大会によって、キングス・オブ・ザ・セブンズと呼ばれるリーグ大会が作られている。セブンズの創造におけるメルローズ・ RFC の役割を称えて、 クラブは、ヘイグと共に2008年に、イブ殿堂入りした。セブンズは、フィジー、トンガ、サモアの南洋諸国やアフリカのケニアにも強く、根付いている。多くのラグビーがマイナーな国々において、ラグビーを人々に紹介する手段として、ラグビーセブンズに焦点を合わせる傾向がある。セブンズは、香港、シンガポール、ドバイといった15人制の普及が成功してない場所で、 盛んになっている。加えて、2020年現在、セブンズワールドシリーズのすべてのレグに参加している15の各となるチームのうち7つは、15人制では広く、認められたトップティアの国には入っていない。サンディエゴ、ペトコパークで開催された2008、USA セブンズでのアルゼンチンボーンマスセブンズの優勝杯を手にするサイロシタンギザキバウ著名な国際大会としては、 ワールドラグビーセブンズシリーズとラグビーワールドカップセブンズなどがある。コモンウェルスゲームズといった一部のスポーツ大会でもプレーされている。コモンウェルスゲームズでは2010年までニュージーランドが金メダルを獲得していたが、2014年大会は南アフリカが金メダルを手にした。ニュージーランドがワールドラグビーセブンズシリーズをこれまで支配しており、15シーズンのうち12回の 優勝を果たしている。しかしながら、近年、複数の国がニュージーランドの支配に対して、うまく挑んでいる。セブンズで、長年強豪であるフィジーは2005-062、南アフリカは2008-092、サモアは2009-10シーズンに優勝した。その他の近年の強豪国は、イングランド、オーストラリア、アルゼンチンである。ワールドラグビーの公演を受け4年ごとに開催される。 この大会は7人制ラグビーユニオンにおける最高の目標であり、これまでフィジー、ニュージーランドが過去6大会でそれぞれ2度優勝杯を手にしている。しかしながら2016年のオリンピックでセブンズが採用されるため、オリンピックが最も注目を浴びるセブンズの大会として見られている。2018年にはワールドカップセブンズは 夏季オリンピックの中間年に開催される予定である。IOC は2016年のリオデジャネイロオリンピックの競技種目構成に7人制ラグビーとゴルフを含めることを2009年に決定した。2016年に先立って2014年南京ユースオリンピックにおいて7人制ラグビーが実施された。2020年東京オリンピック、2024年、 パリオリンピックでも実施は決定している。オリンピックでは選手は当外国の国籍を有していなければ代表となることができず五輪予選も同様に国籍保持者に出場が限られる。セブンズは4年ごとに開催されるコモンウェルスゲームズにおいて1998年のクアラルンプール大会から行われている。セブンズはコモンウェルスゲームズ連盟によって 各となる競技とみなされている。これまでニュージーランドが5度金メダルを獲得している。女子競技は開催されていない。セブンズはアジア競技大会、パンアメリカン競技大会、パシフィックゲームズを含む様々な多種スポーツ大会で行われている。ラグビーユニオンは以前はワールドゲームズで行われていたが、オリンピック競技に採用されたことにより終了した。 ポルトガル対ルーマニア2002年から2010年まではヨーロピアンセブンズチャンピオンシップ2011年からはセブンズグランプリシリーズの名称で開催されている2011年まではポルトガルが8回ロシアが2回優勝を果たした2012年以降はイングランド並びにフランスがそれぞれに連覇を果たした過去に行われた日本国内の大会女子7人制ラグビーの 試合女子7人制ラグビーではニュージーランド代表が支配的であり2012年に創設されたワールドラグビー女子セブンズシリーズでは2015年現在3連覇を果たしている国際競技連盟のワールドラグビーはワールドカップ以外で初の公式女子セブンズ大会を2011年ドバイセブンズの一部として組織した2012年からはワールドラグビー女子 セブンズシリーズが始まった。女子7人制ラグビーは2016年リオデジャネイロオリンピックから採用されている。ありがとうございます。